Okay. こんにちはすごい誕生日詩読になってる <laughs> 声が声がさ寝起きないよめちゃめちゃ寝起きで申し訳ねえ <laughs> めっちゃ寝起きめっちゃ鼻声だし無理誕生日やんこのハッピーバースデー何これ ふ,ふくわうちふくわうちありがとう今日 <laughs> もかわいいねこんにちはいや生誕祭行きたいんですけど2月1日の行きたいんですけどあの学校なんですよねあじゃあ夜かでもうわ行きたいな え、でもさ、ね、これ、行くのってさ、スタッフさんに言えばいいの。忍者誌ありがとう。お待ちしてました。こんばんは。めっちゃ遅れてすみません。何これピーナッツ。ピーナッツって言うんだけど。誕生日おめでとう。ありがとう。31だけど。まタありがとう。かわいいありがとう。忍者誌ありがとう。ハ、ま、タありがとう。流れ星ありがとう。 ちょっとこっち見せれない。<laughs> えマジ無理。寝起きだから。あ危な危な。顔が。なかビューラーどっか行ったし。忍者しありがとう。ハタあ,ありがとう。まちゃんペンライトありがとう。なんかめっちゃ燃えてる本当に？寝起きだよ。<laughs> めちゃめちゃ寝起きなんだけど。 ね、ショールーム、誕生日しよう。こんにちは。まは昨日の公演新規の人だ。えあの、イワのサイリム振るって言ってくれた人ね、マジでさ、あれめっちゃ嬉しかったの、イワ。なんか、めちゃめちゃ嬉しくないなんかね、昨日のお見送りの時に、なんかあの、次からサイリム振るねって言われて、めっちゃ嬉しくて。めちゃめちゃ嬉しくて。めっちゃ嬉しくない <laughs> めっちゃ嬉しかった。神ありがとう。 ごめん、違うかもしんないけど。<laughs> 言ってくれた人じゃないかもしんないけど。ごラッか、ありがとう。昨日ありがといやいや、こちらこそ、マジで。いや、目合わせたから。知ってる知ってるいや、目合わせたこと。うん。 ん誕んだよ。あご長く。じ <laughs> ゃ、まじで長いの。本当に。ピンクのガマちゃん、ありがとう。生誕祭あってよかった。ね。ね。え、でもいやさ、生誕祭よく分かってなくてさ。なんかどう、どういう感じなのあれは、ファンの人が。 作ってくれるのあのお花とか顔が赤くて <laughs> チーク塗りすぎましたね所長お疲れ様ありがとうありがとう福アーチありがとね10個ねっ入館祭だよ家にあすよ何分前に起きたの10分前 <laughs> 10分前ですおめでとうイブイブありがとう ありがとう、イブイブ。2月11日、ね、生誕祭ですよ、皆さん、絶対応募してね。え、なんかさ、岩押しですって言ってたらさ、当たりやすいとかない生誕祭だから。<laughs> ないの、それは。生誕祭で岩押しの人ほぼいなかったら泣くよ。想定内ですかありがとうございます。ね、開幕ですよ、生誕祭。そう、寝癖ってんの、ここ。 だから右側を見せれません女子ありがとう十一日投げるね本当に初日も先端祭もおめでとうありがとう,、ね、ありがとう投げてねねそう次回生誕公演はやばいうちは止めないと見えたよもちろん見えたよ顔すら見えてんだからえそうグッズがないの <laughs> 悲しい だからグッズさ、岩が一番遅いよ。来年。終わった。生誕祭は一番最初だけど、グッズは一番最後。ハートありがとう。福岡んありがとう。生誕祭の日取りも決まってそれなダブルおめだよね。人情者ありがとう。えほんとにモニミしてたけど、みんな岩には褒めてた。ほんとに嬉しい。え、モニミどんぐらいいたの音符ありがとう。 こんにちはありがとうピーナッツありがとうピーナッツじゃないか豆豆です、ね、こんにちはおまわピーナッツありがとうガンダム T シャツさん今日も可愛いねー来てくれるみんな十一 まあポジションはわかんないけどねどうなるか。あたりがとう新人のソロダンス格好ありがとうねあるいは一から考えたんだよ。あたりがとう。まあ先輩の歴代のやつも見たけど取り入れたほうがいいかなと思ったけど。って思ったけど全部自分がいいなと思って。あたありがとう。そう生誕やるんです。 ソロダンスかっこよかったありがとうえモニミでも見えたソロダンス忍者ありがとうヤーニャーの生誕祭にはいきますか来てください忍者者ありがとうピーナッツありがとっ万鶏一緒めちゃくちゃえそれななんかさあん中で言わーのが一番可愛くね 岩は岩的には岩のが一番かわいいとめっちゃあフリフリあ二2月11日のことね岩山の,の生誕祭入ってくださいジャッシありがとう気づいてる気づいてる生誕祭気づいてる <laughs> 知ってる2月1日かと思ったの でも知らされないよ別に知らされないけどえ違うよ2月1日の三濃丸さんの生誕祭行くのって話でえ行きたいんですけどスタッフさんに聞いた方がいいんですかっていうお話です <laughs> 多分2月1日と2月11日を見間違えましたね 11日生誕祭のあげルからねお祝いしてありがとうねほんとにみんな岩のサイリウム振ってねえそうだよねはいそうですそうだよねえショールームフォローしたもう <laughs> 11日来る岩の生誕祭ちなみに誕生日はあと2日後えそう自己紹介の MC の投げて振ってよ <laughs> 気づいた 抜きだけど、可愛いワニャーが見れてしまう。<laughs> ありがとうございます。2月11日、ゆあちゃんの生誕祭楽しみなんだね。あんなに楽しみすぎん。ほっぺがめっちゃ便利。それのチーク塗りすぎた。普通に。<laughs> ね、2月11当たるといいね。でも、岩押しの人は当たるとかありそうだけど。<laughs> 昨日の公演歌が上手くてよかった。こんなに歌上手かった。なんか？ 音程外した気がするんだけどまあいわちゃんこんばんはこんにちはこんばんはこんにちは <laughs> ヤニャンダンスよかったありがとうねうれぴよですヤニャ背負よ安定のお菓子も <laughs> お菓子ないとやっていけないまあもうちょっと初日過ぎたんでヤニャの生誕さえ盛大にサイリウムえマジで振ってほしい お鬼は外、うん、外は鬼、お、うん、は外か。え、マジで振ってください。生誕祭では一面岩の色にならないんですか出したクイズ本人がいや、マってこれ、ちょっと忘れちゃった。昨日劇場で見てたけど、岩ちゃん細すぎました。本当ありがとう。え、何このクマちゃん。かわいい。鬼クマちゃん。 にやちゃちん細くないよ昨日は制服の目公演処理長お疲れ様でしたありがとうございますお疲れ様でした本当に最後のモコモコの椅子を大家さんえわかんない見てないわ <laughs> 見てないわえこれさどこのだれ誰のポジションだっただったとか言っていいのかな 昨日の声良かったよ万華鏡最高だったえ万華鏡好きなんだよね <laughs> 嬉しいですこんにちは Y ジバランスはできてる手ですできてる手ですこんにちは初見さんこんにちはねっミワビームも出れるえマジでいやオオカミのプライドさマジでやるかした <laughs> 怒られたもんマネージャーとあのダンスの先生に <laughs> ねお見送りでやはり立ちできたね <laughs> これからもしようね <laughs> <laughs> こんにちはまたありがとうやちゃんの生誕祭申し込んだもう申し込めるのありがとう当たると本当に当たってほしいな <laughs> え大家さんだったのかなわかんない大家さんってシュッシュだったいやシュッシュだったけど <laughs> シュッシュで短パ,パンで 上上がノーースリーブじゃない上着わかんないか <laughs> 今度こそ当選します本当にねマジで岩押しの人が当たらないのはつらすぎるあご <laughs> ってまだまだ伸びえ多分伸びます伸びます <laughs> ここまでいくかもしれないあんずさんがいなければ確かに岩あのあんずさんと岩押しの人多いからさ岩だけ集中して触れますね ンライトうちはそうですよねこんにちは初音もありがとういわにゃこんばんはハあ,ありがとう。背日お疲れ様次こそ制服の目入ってね待ってるよそのナース目の前でめっちゃかのねめっちゃ目の前だったよね <laughs> こんにちは神ありがとうそう31日が誕生日ですよく知ってますねこんにちは生誕医の人がいろいろ準備してくれるんだえー、嬉しい え嬉し,い <laughs> 嬉しいなぁ。日喫は良かったよ。詩人のソロダンス、その時は気づきま <laughs> 気づかなかったのなんだって。<laughs> 初日良かったよ。久しぶりにシャイレーム3本打ったり別 <laughs> 大丈夫つらかった <laughs> 昨日入ったからさすがに知れたいや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 、岩押しを全開にしといたら当たるかもしれん。<laughs> 忍者、チうチゃチャチャレイン、チャチう,違う流れ星ありがとう。で、ね、見て、ユさ、あの、昨日めちゃめちゃプレゼントが届いてて、めっちゃ嬉しくて、なんか、岩だけめっちゃでかいで、ね、段ボールに入ってて、プレゼントが。で、みんな右側に置いてあるんだけど、岩だけ左側で隔離されてて、めちゃめちゃでかくて、マジ嬉しい。で、嬉しすぎて、全部持って帰ってきた。<laughs> 全部持って帰ってきました。マジ重かった。でも、本当に。 幸せの重みでしたえそしてそしてユアが一番感動したのがこれなんですよこれめっちゃ嬉しいんだけどユアえマジで嬉しいこれしかもちゃんとサイリームなの <laughs> マジ嬉しいこれマジ嬉しいんだけどこれ売れすぎん本当に。 河村塾生一同えしかもあのさこの前のさあのー、あこの前じゃない <laughs> あのー、コールでさちゃんと塾長コールしてた <laughs> いやあのさ岩的にはめっちゃいいけどさ周りの人からしたら何かわからんよねなんで塾長、ね、説明しようと思ったけどさ塾長コールもこれもありがとうございます本んにマジこれ嬉しいんだけどだからね飾ってあるのこれ。 マジ嬉しい本当に嬉しい <laughs> ありがとねこれファンの人が作ってくれたんだよねマジ嬉しいんだけど <laughs> 嬉しいです <laughs> ありがとねちゃんとねベッドのね横に置いてあるの <laughs> こんにちは <laughs> 昨日の公園の座席が岩にあん のポジと近すぎてきる <laughs> 気まずくない <laughs> 気まずくない <laughs> そうないそれそうなんですよでも昨日ちょっと失敗したんですよ <laughs> 本当はマジで首外れてるんじゃねいぐらい動いてるんですよ <laughs> ここね <laughs> ちょちょちょニャニャしか見えない当たりやすいのないのか <laughs> こんにちは人情者ありがとう 10分前に起きて自分やらかしいちょっとメイクがうまくいかなかったですね押し目せてしてるじゃあ当たるよえだってさほぼ当たってないよねだから当たるよそうそうみやびちゃんの初日でもあるからみやびちゃん推しの人もいっぱい来ると思うえなにお手紙とかあんの <laughs> お手紙とかあんの もちろん俺も申し込むよじありがとうねえなんかでも生誕祭なんかコメントしてるじゃん動画であれは何なんなん何あの感謝ってこと感謝なんていうの生誕祭開いてくれてありがとうみたいな感じそれともなんかこれからの意気込みみたいな言うのおしめ優遇ないですか <laughs> いやおしで当たりやすいといいんだけど今は今はないのか おー。おめん登録してください。<laughs> え、開演前、オーバーチューンオーバーチャー流れたらマーでで緊張。みんな発狂してるあの、聞こえないから、叫んでも。<laughs> 聞こえないから、みんな叫んでる。成功の目、まだ2回目だし、日曜日だから、倍率高いかな。うわ。サリーもありがとう。誕生日おめでとう。ありがとう。 なんか生ままれたくちゃん生誕祭こそゆあちゃんの権力 <laughs> いけますかねこんにちはにゃにゃんサイリマありがとう新システムになって登録をしこるえー、そんな生誕祭だけはよくない脳 <laughs> はそうですね緊張はしてたかも。 ままあしますよね <laughs> でも今はゲネよりあの本番の方が緊張したやばくない朝8時からリファで次ゲネで次本番3公演ですよマジで申し込んでくれるありがとうこんにちは初菌さんさありもありがとうこんにちは 変な色のさえ分かりましたよ <laughs> いつも変な色こんにちはあそ本当10期生の時も生誕最後うつない目まいたんえ最後のモコモコ石分かんないんですよ誰のか <laughs> 誰のか分かんないまた同じポジだったら言いますねこんにちはこんにちはこんばんは塾長の姿見た時泣きそういうのなんでなんでなんで <laughs> なんでなんでなんでえ知ってる知ってるあのー、見たよあのー、レポートみたいなめっちゃ嫌なこと褒めてくれたよね <laughs> オレンジの衣装で万華鏡の髪長い子で色素薄い子みたいなめっちゃ褒めてくれたあくるみさんもそんな感じだったんだえ生誕さ当たってほしいマジで今日もイヤに赤くて幸せですか 11日当てたいえマジね昨日もいてくれたよね成長お疲れ様でした生誕祭頑張ってねありがとうねマジ初日マジ初日 <laughs> 何していっぱいだったマジやばやジやジくゴールしてたよね <laughs> なんかめっちゃ声でかかったよね <laughs> めっちゃ声でかかったよね 生誕チー,ー T シャツガンダムでいいんですか逆に著作権ひえ、でもさ、みんな可愛いのに言わなきゃあのガンダムやばない <laughs> よし、ありがとうえ、万華鏡は撮ったそう、万華鏡な何だ今は誕生日おめでとうありがとうまたありがとう赤、ピンク、紫に飛んどきだけやりました <laughs> ありがとうございます 11日はずっと弾いててくだずっと振っててくださいん、ね、でにゃんにゃんかわすぎたうーんシー <laughs> ソロダンス満喫どちらも最高でしたいつか思い出以上ねえ思い出以上 <laughs> まあ踊れるけどね全部は。あのユニット全部っていうかあのちょっとずつだけど見てたら踊れるようになったよ <laughs> そうジェラシーのれば途中から出てくる人です <laughs> 本当は最初から言いたかった本んは最初から言いたかったいやジェラシーが一番好きだからえそうあのさ6期生のさあの今ゼスト社員のサキさんがさ今のジェラシーめっちゃ褒めてくれてめっちゃうれしくないいやジェラシーが一番好きでさでさジェラシー褒めてくれたのマジうれしいんだけど。 昨日ショールもやってない昨日帰ったのもう10時だったからさメールだけは間に合わせたけど社長お疲れ様とても良かったありがとうねなんかさ X のアイコンにのサイリンもだったよね <laughs> <laughs> 俺も魂飛ばして見届けさせていただいたけど全員素晴らしいねえマジで全員すごい生誕さんやるって言われないだからそのあのー、いやここみんから聞いたし <laughs> プロあの公式プロフィール見ないとわかんない。名前用には持ってる子柄でか。なんかそれめっちゃ言われるよ。<laughs> 思ったよりこんばんは。んま,まわ。ねえ、ビーム集中する、集中、集中えうん。あたありがとう。んまわ。シーナース素晴らしかった。ありがとうね。んまわ。 今日もかわいいねん。やーニしよエセだぜ、せ決まったよ。11日。神ありがとう。それな、塾長役割めっちゃおもろかったんだけど。<laughs> めみんななんで塾長って感じやな。神ありがとう。今日もかわいいね。ゃしありがとう。天てん見てずっとヨーニよう。え、ほんとうれしい。いや、まだ天てん途中までしか見てない。 あ天ていじゃない方は見たけど「人形師ありがとう神ありがとう初日やってせ誕生日迎えてすぐ生誕祭とはいろいろ忙しいえそうなんですよピ <laughs> ーナッツ10個ありがとうお手紙誰になるかなこれでもしファンの方だったら相当きめうーんって誰,誰でも嬉しいけど庭外10個ありがとう イうちゃんの生誕生行きたいです。え、ぜひ来てください、マジで。みやびちゃん、イうちゃんの生誕生出演配信でなんかね、見てよ。え、そう、しんどいさんしんどいさんゆうちゃん褒めてた。見た見た見た。てか、あの、X のポストで気づいた。<laughs> あ、あなた様の。君あなた様あな,あなた 生誕祭はメン,ダメンバーと劇場にいる全員がお祝いしてくるえそうだよねマジ嬉しいだってもう生きてきて初めてこんな盛大に祝われるくないゆあにゃん昨日は初日お疲れ様ですありがとう忍者師ありがとう神ありがとうそうなんだよねコール昨日ゆあにゃんだったけど別にゆあちゃんでいい,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 いけどゆあにゃんって言いにくくない 超絶かわいいいわにゃん。超絶かわいいいわちゃんの方が言いやすくないもうレナなんてさ、もうレナちゃんだ。誰もかきれんなって言ってない。満劇をだいぶ本当あ、でも確かに間違えたんだよね、ふり。いつも間違えなかったのに。悲しい。くまちゃん、ありがとう。いわちゃんはイジバルサルで生きてないよ。<laughs> こんばんは。 入ることできたらもちろんユアニャのペンライトフルありがとうねえ祭壇さんユアニャンのサイリウムで埋めたいんですけど誕生日おめでとうありがとうなると思う本当になるマジ僕も恋人見合ってた <laughs> 言っていい逆に誰だと思う <laughs> 逆に誰ポジだと思うペンライさん申し込んできたありがとうありがとう 衣装ねそうなあのね見てなかったでも多分大家さんなんか大家さんの衣装は着た覚えはあるでもどれが大家さんのかは忘れたでも多分もこもこのやつあほんとにだるまありがとう怒られましたねだからいやワンチャン次から MC ないかもしれないだるまありがとう やば前日までに制服の目全曲を聴く <laughs> 大丈夫聞かなくても覚えてるよ誰もありがとうねえどうなるんだろうポジションはたありがとうはたありがとうお見送り小組と連番パニってたよね <laughs> パニってだよね <laughs> ジェ、ね、ラシーのアミバイかっこいいよねあたありがとうえ十15倍やばいよね全然だってセンチュリーより多いってことでしょやばーやんやャニャン先さん当たりますようにみんなが河村塾生の人が当たりますようにマジあたとし細い衣装はマヤさんの衣装かもって中坂さんがえっほんとにじゃあそうかも <laughs> じゃあそうかも。モブにしたのはええー、中三と高一です。ねえ十五倍やばい。当たありがとう。ほらあ,ありがとう。当たありがとう。それ入ったから今度は当たらんええー、どうなる。やるよが来てたの絶対マヤさん <laughs> 本当に。じゃあそうです。絶対にそうです。 あれも目の前でユアニンのソロダンスみ見て。踊ってあげるよ、いつでも。ちチん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 あのね、ここでカメラを指さす。チャチャちャチャチャンチャッチャちチんッチャ。とりあえず詩人ではユアちゃんのサイレム一緒か。ほんとにえぇそれ嬉しすぎて、や踊れないかもしれない、詩人。ね。アンドさんのファンたちも多分。 フィアンのフェンライト触れると思いますフアちゃんはテクニックを見せてたのと見せてたとダンスのプリコラそうなんですあのー、私アイソレーションが得意なんですけどアイソレーションをふんだんに使いましたニャニャンスニャンおまんまでもあのユ、ー、アレッスン レッスンがほぼ受けてなくてだからほぼ動画で覚えたんですよ私だからめちゃめちゃ心配でそう体調崩しててその時だから全部動画全部なんだっけな詩人詩人以外か詩人とユニット以外かなは動画ん うん、知人とユニットと以外は動画で覚えた <laughs> すごくない <laughs> すごくだからなんかそのメガホンをなんか例えば仲間の歌のメガホンのハートを向けながら踊るっていうのも知らなかったし動画だったからであのー 何だっけあとなんだっけ忘れたけど <laughs> 忘れたけどでもダウトが一番むずくてマジであれ一生変わるやんあれがマジで覚えれなくてダウトと仲間の歌が苦戦しましたね合格キスは割と早く覚えれてあでもちょっと歌詞が難しかったけどでえっと ああと聞いてあのいやあのあのあや先生桑原さんの妹さんのあや先生に「いやのアンテナがすごいいい」ってね褒められたの。うれひい <laughs> マジうれしくない褒められたんです。あや先生に「いやのアンテナが一番いい」って言われたまあ振りは雑だけど。 元気良さが一番いいって言われました今は、まあ、そう普通だけ箱やばくない <laughs> マジでやばかったプレゼント声かわいいありがとう大丈夫段ボールにおが入ってないです <laughs> 入ってたらやばいえそうなんですよ プレゼント紹介したいけど今いる人と送ってくれたいる人と送ってくれたけどいない人がいるからどうしよう <laughs> ね、フ人ねしなきゃだけあるたらねでも埋まんないかもしれない <laughs> 詩人当たったじゃん前にアンドサード新聞えそうなんですよ <laughs> えでもいやさオープニングアクトでも詩人ソロやってさ で、今回も詩人ソロやったんですよ。ニャニすよ。幸せの重みでしたよ、ほんに。マジプレゼント嬉しかったんだけど。そう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 。ごめん、この休み、名古屋行ってプレゼント遅れてないから、次の休みに送るありがとうね。<laughs> マジ嬉しい。めっちゃ花愛すごくないマジでセンス良すぎる。まあ、ほんとに可愛い。ね。 塾長コールもニューヨーク届いた <laughs> やばいおもろうん生誕祭塾長コール多いかもしれん <laughs> 初日からそれでそのうち部屋 <laughs> マジやばい <laughs> えマジ届けてくれてありがとねほんににんで塾長まあそうですねあのー、私すごい雑学を言うのが得意なんですよ で意外と賢いから塾長です <laughs> あとなんかなんだろうあのファンネームが川村塾生なんですけどその理由は塾ってあんまいないから <laughs> 塾生です <laughs> だからその塾生だからいわはそのトップだから塾長です <laughs> こんまん、あ、A 席に当選した時に初コールするありがとう。絶対届くやん、それ。やにゃん美脚すぎてびっくりしたのね、本ほんと美脚でした、私。かきれなパジャマとワンピース、そうなのえ、紹介したいんだけど。<laughs> いやね、めっちゃ服もあったし、で、手紙もあったし、で、あと、なんか、ボールペンそういや、ボールペン今めっちゃ欲しくて。で、 ちょうどボールペンもらって <laughs> であとストールとかいっぱいあったんですよマジで嬉しかったえ見せたいけどみ見せたいですこんんはしかもなんか服のセンスめちゃめちゃ良くてびっくりしたあとねスリッパあの「y o って書いた「んちゃんの天」って書いたスリッパが来てであと泥棒さんもいないんですけど今。 泥棒の,あのファンのの方とお揃いの服ももらってマジフフくない <laughs> スリッパびっくりしたまさかのオーダーメイト商品でそうで服のセンスが良すぎてでなんかあのー、スナイデルはイヤが好きって言ったんですスナイデル本当に来てス,スナイデル本当に来てえスナイデルやばと思って。 で、その次見たら、マウジーも来て、マウジーやばみたいな <laughs>。で、ナイスクラップもあって、やばくないで、あと、なんか、クロミちゃんの服とかもあって、マジで、センセンすぎてびっくりした。マジエグ、えぐい。えぐいです。本当にありがとうございます。まだまだありますね。まあは。初日終えりで反省点は、あの、 ゲネでは間違えなかったのに本番で間違えたことです。<laughs> ゲネにはノーミスだったのにさ、やっぱ本番の方が緊張するんだよね。んまあ。ね嫌なこと気になったって言ってた。どうもありがとう。河村塾見たよ、ハッシュタグ。<laughs> まあ。 大人の人たちが制服の見込みこんよかったってほんと大人の人たち <laughs> お疲れ様お誕生日ありがとうお誕生日おめでとうありがとう <laughs> 昨日配信できてないんですよでも今毎日チケットあったから <laughs> 続いてます首の動きペンペンさん褒めてた本ほんとえ言ってたよね今はそうなのママからなのえ <laughs> ね、ネタバレですかこれ「<laughs> 花束ありがとう」「一回だけ天んじゃうほんと」なま「鳴る前」「鳴るマじゃない「花束ありがとう」「パトロール彼で申し込みますか」<laughs>「ありがとうございます」「レインボスターありがとう」「死のソロ良すぎた」ってほんとううれしいそう、はい、言いたかったんですよずっと「制服の目ソロやるんだよ」って <laughs> 毎日やばいかな <laughs> あそっか明日ミレイさんの時間がないかミレイさんの時間がない激アツすぎん <laughs> 好きなこと話せばいいのああら生徒さん見ようえそういやまだナイアンさんの見れてないんですよだから見ようと思って <laughs> えまだやってるよねほらありがとうだるまありがとうだるまじゃないクマちゃんありがとう 生誕祭ある方からの手紙1回目は家族が多い本人生誕スピーチえスピーチできるかなよ忍者視ありがとう初公演リーナさん君松川ちゃん中心に見てたけど他誰が出ていたのか忘れえっとねあんずさん京香さんクルミンさんリーナさんさくらさんココミンココハハキレナいュにゆちゃんえ今何人いた何人 <laughs> ではななん そんなね、緊張はしなかったんですけど、本番の方が緊張だったね。当選難しそうだけど、申し込みはありがとうね。倍率高いかなぁ。ゆうちゃんが好評で嬉しい限り。それな本当に嬉しい。さん申し込んできた。ありがとう <laughs> マジありがとう。うんうんうん。仕事終わった。お疲れ。昨日は家ね。それじゃお疲れ様でした。めっちゃ好評で。ありがとうマジで。てか、プレゼントくれたよね。 あのお手紙とありがとうね二人到達したのうあそうなんですよそうなんです鼻声なってそうなんですよ鼻声,声なんですよ高村さんと原さんの初日出演が待ち遠しいと思えた今日この確かにねまあは やばいね倍率153個やばいよね <laughs> マジで疲れた <laughs> 疲れたよめちゃめちゃさすがでんちゃんめっちゃ緊張してんなって思いながらえほんなに緊,緊張伝わってた <laughs> お仕事中解禁賞ねえ泥棒届いたよ <laughs> そう先輩めっちゃ来てくれて、ね、えみおさん来てくれてマジ嬉しい いやでも他にもめっちゃいたんですけどめちゃめちゃいましたねえだから逆にその先輩たちが座ってたところに座ったファンの人いいなぁと思いました <laughs> マジで今美穂丸さんとゲネの MC で喋ったっていうかあの手振ってハートを作ってもらったら <laughs> うれしい マジ嬉しいしかも入ってきた瞬間分かったみよまるさんうわっみよまるさんだと思っていやいや思ってしか見えないおきそう湖いん本は自然ソロダンス見た時感動したじゃあイワが大家さんの着てたのかモフモフえそう八神さんあの生八神さんを初めて見てイワ a めちゃめちゃおきれいでであのー 子供,子供さんも子供もさんもいてマジで綺麗すぎてびっくりした顔めちゃちっちゃいし色素あのねそうあの MC で色素薄いんですよみたいな話しててそれじゃ外れたから生誕生さたいや当たる当たる誕生日おめでとうありがとうそうなんだはたありがとう 本当に著作権引っかからないのはたありがとうやにゃんおすよはたありがとうえガンダムでいいの逆に <laughs> ガンダムでいいの逆に <laughs> 今日もかわいい髪の毛き,きれいふりふりふりやにゃんしか見えないほらありがとう髪ありがとう頑張って今日ほんとにでも届いたよ前帰ってくれたお子様 患者さんねいないからどうなるんだろう。にわにわのセンターはあるのでしょうか。 よしありがとううん多分違いに止めもやるんじゃない多分だって逆にそうじゃないと見てる側もあれじゃない <laughs> あそうそうさきぽんさんさきさん ダンスとあんな先生確かにあんな先生に見てほしいなねっ畜生会 MC でうまいことよおして <laughs> めちゃめちゃ無理やりだけどねそうさきさんに褒められてえぐなわえかるジェラシーマジ好きここみんマジで早いチェック ヤニのほんとすばらしかった <laughs> ヤニアダンスも姿勢もよくてめっちゃめちてっん本当嬉しいんだけどあそう詩人の始まる前であのココミンとレナがずっと泣いててでハナナも泣き出してやばいみんな泣いてると思ってでもいや泣かないからマジみんなの前で泣かないからそうなんですよ <laughs> ゼラシーからのダウトのつながうーんうんわかる マジやばいメガホン持ってる姿見やすい <laughs> なんどこ見てたんね生誕祭やばい神神ありがとうユアゆあビーム <laughs> てかさきさんめちゃめちゃかわいくね <laughs> めっちゃかわいくいやいや詩人のソロダンスかっこよかった同い年の子がそのえっあのさここ見越しの方ですよねえしい <laughs> いや同い年の方に褒められるのめちゃめちゃ嬉しいです嬉しいありがとうございます見てくれてていてんていてんですていてんそうなんですよマジ美しいていてんです神ありがとうお昼に商店街で友達に駆け寄って「おはよう」って声かけ <laughs> なんか毎日ジェイキーみたいなね てん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 ,てん,てんえそうあのメガネがめっちゃずれてやばこれと思って落ちるかもって思いながらしかもイミスったのが最初出れなかったんですよ本当はイヤ最初に出てくる人なの両端からなのにメガネが開かなくて出れなかったの悲しいよマジ悲しい でも臨機応変にリーナさんがあの先頭の振りやってくれてでその後ににもあもアンジュさんたちと一緒に出てきてもともとそこだったよねーみたいなもともとそこだったよねーみたいな感じでいきました <laughs> 個人情報全部教えるので抽選泳ぐお願い <laughs> そんなことできないです あ、新土井さんしんどいさんかと思ってた川村さんかと思って顔えどこああ JK がねしんどいさんじゃない新土井さん点滴 <laughs> コールやめて <laughs> ねえみやみちゃんねショールームで知ったらしいねレインボースターありがとう生誕さん日曜日確かに平日よりは全然いいよね あ、年賀状届いてたえ、そう。アイコンネック上手くないえ、めちゃめちゃ上手くないめっちゃ上手くないよ、あれめっちゃ上手いと思ったんだけど。マジ、見ながら書いてよ。<laughs> いやいニしか見えない。これ2回目になるけど生誕祭。ね、ちょっと生誕祭だから。ね、ちょっとね。しんどいちゃん呼びは SK 用とか、そうなの。 超絶かわいい塾長塾長の方が言いやすいもしかしてね生誕祭えカメラめっちゃつむのマジでマジでやば美美よくしながらかきれない肉よなマイキー本当によかった本当嬉しい河村コールではなかったですね嫌には言いやすい本当 限れない。うん、言いにくい、言いにくい。ほんとじゃあ、アにゃんでもいいかな。早く応募しないとユアちゃん言わない。ありがとうね、応募してくれた。え、どうしよう何話せばいいの今スピーチ。520よ。めっちゃ住んでるやん。配 <laughs> 信終わったら生誕生申し込むね。ありがとうね。誕生日おめでとう。ありがとう。衣装は、ズボンが若干でかかったけど。 あと、いや、なでがたすぎて、上のパーカーめっちゃずり落ちるんですよ。わかんない、ユニットどうなるんだろうね。そうなのまさなさん、ゆうにゃんみたいなスタイルよかった。えゆうはよくない。<laughs> まあ、ダンス部のゆうちゃんが一番難しい、やっぱダウトですよ。ダウでも仲間の歌も割と難しくていいわ。あたありがとう。 店成長していきますかね私 <laughs> 最悪の向こうに久しぶりって思っててどう <laughs> そうだよねだってめっちゃめっちゃ昔だねニャニャンの衣装はさなさんらしいです <laughs> いやお見送りの場所は最後のあの例したとこ1列のとこってなりましたそうだからそうそうそうだから言ってたんですけどあの SKE のまあ偉い人みたいな人が。 ここ15倍で、ここにいる人たちは本当にレアな人たちですって言ってて。すごいよね。そこに岩押しの人がめっちゃいて。マジ嬉しい。増えたかな、はあ、え、でも本当に、そう。あの、お見送りの時に、いやニアのサイリウム次から振るねって言ってくれた方がいて。で、めっちゃ良かったよって言ってくれた方もいて。嬉しい。生産性外れても熟成追い出さない。<laughs> 追い出さないよ。 のソロダンスやらばれること自体がすごいありがとねまぁ、あ、まあ、またありがとう <laughs> ワイの昔の推しの衣装にゃんにゃが着たの、ね、よ <laughs> 本当あそうワイそれが得意だから入れてますまさまさのさんまさのさん大家さんあの名字でしか見ないから下の名前わかんない。 名字はめっちゃ見る大家さんとか八神さんとかちなみに私の,あのやってたポジションは桑原さんですだから先生が桑原さんの妹さんだったから <laughs> いや桑原さんやと思ってええー、嬉しいんだけどそんな大家さんの切着れたのが。 アウィンクできてない。でも、合格キスで一回センターだったんですけど、一回めっちゃ死ね。その時に首かしげといた。<laughs> 手塚節食らわずユアニョの最初 <laughs>。そうですよ。え、塾長聞こえた聞こえた。聞こえたよ。塾長。くちゃ忍者誌ありがとう。少し早ですかお誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。カメラ目線は、 なんかあんまできなかったけどなんかすごい DMM 見たらなんかすごいすごい抜かれてたよね私次こそは見ますでもさ違う15倍の中でさ見に来てくれてる方たちを差し置いてそのカメラを見るのも違うなと思ってまあカメラで見てくれてる人もいるんですけど 難しいですよねそこの比率が初日からか見て初日からかみて3列目で入れたのはお菓でえねいたよねだっていやあのうちはマジすぐ気づいたよ <laughs> しかもさえ聞いてああのさそのカニついてるやろうちわに <laughs> ママがめっちゃウケてたよカニカニはもうもウケたけどめっちゃカニ受けてたそう動画振り入れなんですよ そう、ほぼ全部動画でやったんですよ、私。でも、きつかったよ、めちゃめちゃ。めちゃめちゃきつかったよ。みんなに置いてかれるし、動画を覚えれんし、しかも昔の映像だから、マジで画質悪くて。全然見るのかな。えぇ、ー、嬉しいんだけど、それ、大家さんの切れたの。<laughs> でも、今より細い子なんて全然いるけど。 これインド <laughs> すごいよね見たよ DMM ええー、嬉しい大家さんの着れたんやメガホン持ってたけどあ本当？ん <laughs> 確かにねサイリウムとうちは持ってたらメガホン持っていんよな何スノーホワイトってなるまありがとうえっそこはキスもさメガネやばかったよね すぐ忘れくせの沖縄 <laughs> え最近マジで忘れっぽくて多分使いが取れてないだけなんだろうけどダウとバーカムずいでうんそうマジあれは揃えるやつだからねそうみずきさんの妹さんが先生なんですよユニオニオ褒められて育つタイプほんとや先生あやねさんだよねほんとは。 何バリさんってバリさん褒められるなんて嫌になるパフォーマいやでもそれそれだけですよまんないこと絶対ないほん <laughs> <laughs> あそうなんだみずきさんがそんなみずきさん私はポジションでしたはたありがとうそう研究生もプレゼントもらえるんですよはたありがとう人情視ありがとうそういろんな人からさ褒められておやさんどうせやすい,いや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  マジで、いや、何もらっても嬉しいから、ほに。そう、段ボール箱いっぱいにプレゼントあったの。かきれな帰れなくなってたから、パジャマ <laughs>。マジおもろいよね。マジで、帰れないかもとか言って、反省会がすごい、ね、長引いて。で、あのー、マジで、かきれな帰れんわって言って、さっきホテル予約したとか言って。 モアメでゆあちゃんの生誕出れないけど楽しみなんて言ってたのええー、嬉しいんだけどマジでえー、出てほしかったな嬉しい流れ星ありがとうギャル天使なのにアイドル適性すごいとこもてんちゃんのみ <laughs> ギャル天使って何ギャル天使って神ありがとう今日もめっちゃ可愛いよあそうニュース検定持ってるから <laughs> ニュース検定持ってるから塾長です <laughs> 意外と賢い本当ですか本当です地頭いいので本当ありがとうダンス番長なのいやでもえっ分かんないでもイヤーの踊り方はすごい雑なんですよなんか丁寧に踊ろうって思ってるんだけどえでもいや万華鏡とか水のないプールの感情移入系のダンスもめっちゃ好きでそうあれああいうのは丁寧にできるんだけどなんか楽園の階段とか アンテナとかは、ちょっと雑になっちゃうな。なんかゲ、ざ、なんて言うならなんか元気にやろうと思って。2分のチャートありがとう。全員塾長はおもろすぎる。<laughs> 人ゃしありがとう。マジダンボール。あ、じゃダンボールごとは持ってきたよ、さすがに。さすがに、なんだってダンボールさ、タクシーに乗らんて。ダンボールタクシー乗らんから、あの、いろんな袋に分けて持ってきた。 ねえねえおしし、おすよ、しけんさんありがとう。誕生日おめでとうありがとう。そうだよね。この時間あんま見れない人もいるよね。めちゃくちゃゴールしてください。<laughs> ペゼント送った人全員に見せるなめ。確かに。確かに。メールとショールームでやろうかな。公園に匂い入るとワット数え <laughs> 上がってます服はサイズが、え、あのね全然全部大きめの方が嬉しいですね。はい。 だから今日あの今回送ってもらった服も L とか XS あっめった <laughs> L とか XL とか結構でかめのもらいましたでかめは本当にありがたいニャンニャンこんばんは初日お疲れ様でした生誕祭も開催おめでとうありがとうねそうなんですよ生誕祭ぜひ行ってくあの来てください申し込んでください 公園のお手手紙紙もらいますお手紙何書いてるねえ、嬉しいお手紙。<laughs> 誕生日おめでとうありがとうダンスソロは当時ダンス番長と呼ばれてた方が担当してたのいやにゃもダンス番長のえそうなのうれしいえしかもしかもなんか MC がなんか最初全部11期の方が MC 言っててセリフとかでもなんか。 最初ユアだけなんかユアだけ mc なんか急に台本見たら川村が曲紹介みたいな書いてってえなんで12期岩だけとか思って <laughs> そうで後からココハとサラもいたんだけどだから「えユ岩!?」みたいな「いやできない!」と思ってそんなしたら案の定できませんでしたね <laughs>。mc でできませんでした私 ダンス番長ですかちょいありがとうアツオンもありがとこんばんはえそうだよね前の配信でその送ってくれた方が来た時に来てたよ <laughs> ダウトが歌ってるのにダウトに聞こえないのがダウトダウトスナイデルお互い分かる なのにくれてめっちゃ嬉しかったハッタありがとうハッタありがとう神ありがとうそうそうそうチケットありますでももうないです <laughs> ほらありがとうごんばんは詩人ソロまた見れて嬉しかったありがとうねマジでソロ泣いた本当。と <laughs> こんばんはしょんさん詩人のソロ予想通りだった想定通りだったうわ嬉しい <laughs> 最初大ジャンプしてるから <laughs> ハたありがとう塾長コール塾長コールばかりって言うとほんとに塾長 <laughs> どっちでもいいけどね神 <laughs> ありがとう顎が伸びたって言ってたけど今がベスト本当にうんうん、うんうん、とか言ってだってもうちょっと顎短かったもん <laughs> ニャニヤおしありがとう最高の目確かに今回の見て 次は見たいと思った人が高いかもね。あ、なるほどね。生誕入るために初日外した。うん。きっとそうだよ。きっとそうだよ。あんヌさん多分選抜のお仕事だよね。わかんないけど。選抜のお仕事以外でいないことないよ。<laughs> あんヌさんは。今朝早くに名古屋から帰宅したのに多分、あら <laughs> 多分行けなかった。地元にないの、地元に。 あの僕のとこは誰も座ってなかったです <laughs> あワンチャンいや違うないやワンチャンユアのまま座ってたかも <laughs> ワンチャンユアのまま座ってたかも <laughs> そうだよね何も知らず座ってたよな <laughs> 人情者ありがとうこんばんはさんもありがとうそうそう関係者身内メンバーそうなんですよ さはもうねすごいあそうちじまさんもねいや目あったよ踊ってる時まあいわが目合わせたのほうがあれか川村何これじゅじゅん <laughs> 何地獄獄超？そう子供さんいたんですよあそうなんだあ2月2の15時以降なの生誕祭マんじゃあしありがとう もう耳に列目してた <laughs> マジで矢神さんも綺麗すぎて綺麗すぎてよかったそうそクーミンさんっぽいですかえ似てるあでも確かになんか猫っぽいよね矢神さん釣り目って感じの練習岩には生産さと練習してんだおもろい <laughs> えそう三代丸さんはマジでジャージとか着せても全然分かっちゃう マジでオーラが違う本当にすごい今日はこのはいやーそうですねまあ別に夜もできるんですけど <laughs> メニューしか見えないえどうなんだろうね京香さんか誰なんだろうそう初日終わったからって思ったんですけど2日後誕生日で <laughs> であの2月3日にあのサイン会なんで。 まあ頑,頑張ったありがとう。準備期で一番の本当に嬉しい。アナ先生めっちゃ怖いの知ってます。うんあのいや厳しい方がいい厳しい方がいい。<laughs> いいいココハちゃんは泣いてないと思います。今はえ握手会の総裁出たのえ見てない。 えええええっいや朝からなの終わった <laughs> 終わった朝から終わった申し込みましたかきれなさい打ったらダメです岩 <laughs> の生誕さえだけは岩菜ふっといてそれ以降はかきれな振っ,っていいからでもさいや思ったんだけどさその詩人の時になんか岩の色になるって言ってた方いたけどさその何単色の 単色のサイリウムしか持ってない人は無理じゃない色変えれないから。<laughs> もっとおしょめらいのね。<laughs> いやちゃん泣かすために生誕祭で宮丸さんにかん。いや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 神 <laughs> ありがとう。え、マジで、さきさんかわいいよね。ご飯ですよ <laughs>。え、そう、メガネめっちゃずれてんの。そう。<笑><笑>そうそう、みゆちゃんのね。 な,なんでペンペンさんなのにゃにゃしか見えないにゃにゃしか見えない <laughs> まあえー、カメラ追ってくるんだうーまじか <laughs> じゃあもうミスったら終わりやんしかも真顔になったら終わりやん <laughs> ねえガチじゃんアイコンになってんじゃん <laughs> てユアが描いた猫ブスすぎ <laughs> みんな見てほしいわこれあの男女用意の方のアイコンユアのユアの描いたこのこの方のアバターあじゃおもろいケイに興味を持った初代推しから時代を超えて現推しの万華鏡はなければうお万華鏡でつながっているまあ。 ほんと合格創作。劇場でファンのハートを奪えるメンバーほんとえ、でもなんかいや今んとこ全公演なんか31位のやつとか。で、一人、必ず一人は新しいファンの人がついてくれるんですよ。嬉しくない <laughs> アイゴズじゃないですよ <laughs>。河原さんのお姉さん怖かった そうこの間知ったんです <laughs> 15倍ということは単純計算で公演応募人数4500人かどうするで当たった人すごくないしかもなんかイワの人めっちゃいてさまあまあえそう水木さんのソロダンス見たことあるよちゃんと見てますよ私ソロダンス研究したんでせっさん申し込んでありがとうん、あちなみにはツイッター上げてるからみんな見てないん さん公園に厳しい人とか見に来たら細かいところもチェックされて本当は <laughs> いやンのソロダンスダメって言われるかな福岡ありがとうダンスはもちろん表情も分かっはありがとうねずっと笑ってたけど <laughs> 昨日の見送りはかきれない以外目を合わせてくだ <laughs> 本当でもいやお見送りは全員と目合わせるって決めてます え、そうそうロイヤルマッチでさ出てくる王様上にいてさいや、岩的にはそれが一番おもろかった <laughs> なんかおるーって思ってピンクペンライトくまちゃんありがとう万華鏡の手をあこれトゥゥゥゥゥゥうまくないこれクネクネうまいんだよ <laughs> いやクネクネ系ダンスが好きなの。 でも生誕祭そんなずっとカメラついてるなら全然レスできると思うえそうメガネめっちゃ下がってさやばいね昨日お疲れ様でしたダンス輝いてたねありがとうね、うん、MC 中にショールームすればいつもね <laughs> なんでだろうねショールームとさ MC 全然違うよね 今日も初日公演アーカイブありがとうねいやもう天体で見ますあじゃあ定位点定位点まあまあまあ初見さんあっそうなんだキャッチフレーズなんだいやには色白じゃないですよ <laughs> まあまだ手紙書いてないのでそのうち書きますありがとうね待ってるよお手紙まあ、まあ、今日何時までやろっかなーって思ってる今何時ですか そう、かきれなね、標語だもんね。ねかわいそうだよね。んあ、あ、んうん。あずゆは来るということ。いや、テスト勉強全然ダメ。<laughs> 全然、公演の次の日、今日もテストだし。しっとり系の時の岩にはとても素敵でしたよ。ずっと見ちゃうお店。えー、うれひー。<laughs> うれひー。ありがとうね。 にあの際振ってくれるって言ってくれたほんにおもしゃれでいいですかそうしなやかダンスだった <laughs> でもいや意外だった自分満喫をと思ってダンボール抱えてて <laughs> 違いますニゃニュピャン仲間の歌のメガホン足にパカボール。<laughs> あれね「ちゃ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 そうだよタクシーで持って帰ってきて <laughs> ありがとう。そう、タクシー乗らないほどでかいでかい段ボールでした。<laughs> 本当大手に踊いとしてた触ったうれしい。<laughs> もう、あれはもう清楚ゆあちゃんですから。<laughs> そんな大きめでもいいのに、<laughs> ありがとうございます。<laughs> ありがとうね。うまあ いろん,んな魅力があるからね可愛い美しいギャルと思わせてお嬢様ダンスも <laughs> めっちゃ褒めてくれるやんめちゃめちゃ褒めてくれるやんマ日キョルシンにゃほんとうれしいえぬいぐるみね好きでほら前もねプレゼントでもらったのほら <laughs> これ猫ヨギボウの猫可愛 <laughs> かわいくないちなみにえこれはさ 撮らないやつだよねいや撮らないやつだと思って撮ってないんだけど猫 <laughs> 猫猫です大きめの服って y o ちゃんのストリいやうーんとねいろんな種類きますね <laughs> なんて言うんだろう y o が好きなのはスナイデル系なんですけどあのお姉さん系なんですけどワンピースとかねどっち系なんですけど でもなんて言うなら普通にスウェット大きいスウェットも好きだし夏は普通にミニティーで腹出しとかしてるからいろんなの来ますねみんなの MC の優しさが逆に分かるホンなんかさ今ゲネで MC してた時にさ友達も来てたのね今のでそしたらマジ何言ってんのって言われた <laughs> 何言ってるか分からんって言われた神ありがとう ほんと書き初め。みんな書き初め応募してね。当たるかわからないけど。本当に今度の休日にサンプル送ってくれるのありがとう。MC は、え、ってか、うん。MC は、バスを踏んでうまくなれるもんやで。これそうだよね。最初からうまい人でいないんですよね。今夜も大好き。全然大丈夫。嫌が早かったから。今、まあ、は。ほら、ありがとう。みんな目標言ってるのに <laughs>。 <laughs> いや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 ,いや自己紹介ですから私の自分の紹介ですから <laughs> まあ自分もや愛ちゃんにプレゼントして本当に嬉しい待ってるよマジ紹介するからね <laughs> まあ当選したら生誕院の指示にはした本当にありがとう <laughs> あ、あと塾長は、いや、学級委員なんで。はい。誕生日おめでとう。ありがとう。<laughs> そう、温めといた。あ、待たせたの。俺は呼んだの。君だろさ、さ。やっほー。やっほーん。2>, 2月11日、聖薬の未公園河村優先端祭おめでとう。ありがとう。マジで、生誕祭あると思ってなかった。生誕祭マジ来てね。来てくれてありがとうね。あ。 プレゼント送ってくれた方来て紹介しようかなマジでめっちゃあるんですよ <laughs> めちゃめちゃあるんですよほらありがとうでもどうしようプレゼントえどうしよう知人のソロはアンズさんとキョッピーしかできないしキョッピーさん感じが強いからテンちゃんだと思ったえー、本当に？<laughs> にニャニャ押せようこんばんはこんばんは 本当にイあちゃんの「漏れてる」とうわさん中期ちゃった漏れてるっしょ <laughs> いやいやいや三浦さんとやばいそうサイン会もあるの <laughs> サイン会頑張るねんえ握手会2部なのゆあえ読みえマジでえ嬉しい <laughs> 握手会2部だってゆあみんな来てねあ来てねってもう終わったのかえまだまだ申し込みじゃないか あし,っかり遅刻しちゃうよー先端ん生誕祭申し込んでありがなうえ二2部なの嬉しいなんでなんでなんでくるみさんの生誕祭あ間見せたペンライト岩にあんのでしょピンクのくまちゃんペンライトありがとうわいわいちずやからてんちゃんの主催しかおんおうううんラブですね手紙明日送りますほんとに ありがとう。待ってるよ。11もね、出れられるから、受け取れます。ご飯から戻りました。おかえりー。ネイモスター、ありがとう。ピンクの、くまちゃん、ペンライト、ありがとう。臨場師、ありがとう。確かに、眼鏡かけたらあんま分かんないよね。臨場師、ありがとう。 昨日の公園入れたから今年はもうそんな <laughs> そんなそんなまあでも4500人中の300人だよねえぐない宣伝祭応募していいですかダメってえっダメなんて言うわけないじゃないですか <laughs> ぜひぜひお願いしますメインボスターありがとうあムちェタに流れ星ありがとうマジかロイヤルマッチの王様うっとらいやろ 撮らんやろーえっねペンライト一緒だったね一緒って <laughs> 一緒って一緒ったねめちゃめちゃやっちゃん生誕祭ごめんなさい東海大に行くめっちゃ面白いホありがとう<笑>,笑わせてね <laughs> まあ万華鏡ではそれしません、ね、でも若干ここで 首動いちゃう <laughs> 聖壇祭は奇跡的に同棲したら夕空ちゃんのみが本当に本当にですかそれはロイヤルマッチそれな広告いやでもあのですね他のゲームに出てくる広告の率は高いんですけどあのゲーム自体は広告ないんですよだからマジ最高18時59ありがとうありがとう「琥珀クームルメル」マジ好きなんだよ うんかけらなまだ兵庫に住んでるまあまあまあマジテストやばいえっ当にやばいにゃにゃしか見えない帰ってきましたおかえりこんばはしょけんさんマジで言ってるえぐーほらありがだいやちゃんダンスユニットかと思ってたから、ま、えねねいやもう自分で思ってた <laughs> そそうそう遅刻した時にタクシー使ったから <laughs> ネズミじゃないよねここで 2>, <laughs> 2部12時から13時3部は13時からあそうなんだじゃあほぼ2時間ん2時間ですね連続なんですねしかもまあえそれは握手会だけなの,の やヤニャのイメージだと思い出以上だよね。ね思い出以上だよね。やヤも思う。はいありがとう。に女子ありがとう。ヤニャおすよん。それな、友達のツッコミが一番厳しい。<laughs> そう、ゲんね、友達読めます。ゲネのし c ち。いや、イヤもよく分かんなかったよ。<laughs> マジ何言っとるか分からんて。イヤニャおすよ、しょけんさん、こまん,ばんは。生誕祭に晴れたらイヤニャおすほんとに <laughs> 本当にそんなそんな変わるんですか、うん、まあまあ遅刻もな学級委員長えでも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 あの私の学校の,あの生徒会長生徒会長も遅刻もなんで <laughs> まあ一緒かなみたいな亀梨クの清掃員ですか亀梨クの清掃員ありがとうございますみんな来た時やろうかなみんな来るかな神ありがとうね二2部やばない みなちゃんありがとうまだ仕事中ですか,もう分かるよ本当えてかプレゼントありがとうね受け取ってよいいわあとで紹介しますよ <laughs> あでもなんかあのなんかねプレゼントと手紙くれる皆さん送ってくれるじゃないですかでもなんかあのプレゼントはプレゼントで手紙は手紙でまとめられちゃうから誰がどのプレゼント手紙に何々送ったよとか 書いてくれてる人は分かるんですけど書いてない人はどれが誰か分かんなくなっちゃうんだけよ <laughs> 一緒にしないでって感じなんですけどねプレゼントとさ手紙一緒にしてくれればいいのにプレゼントはプレゼントで手紙は手紙になっちゃうからそうだから書いてくれてる人は分かるんだけど書いてない人は分かんないんだよねまあでもユアの憶測で当てましたユ <laughs> アの憶測で当てました デビュー直後に2秒えぐいよね。えぐないほとに。握手会内でやるハイタッチできる。ねっイェーイ <laughs> やっと夢が叶いますね。11日はユアニン一途ちゃん本ほんとにうれしい。ココミにいるけど <laughs> あと3日だよとか言ってたのね。<laughs> のね <laughs> 箱押しですいませんユアニャンもう全然いいよ。全然いいよ。 相談生にならかな <laughs> あっせなぜお仕事かそっか僕柔道着着てツースショット会とか行っちゃえマジで <laughs> おもろすぎやろそれはおもろすぎやろ言った言いたかったねそんね <laughs> ありがとねその思いだけでも誰もありがとう誰もありがとうごま マジでロイヤルマッチ広告ないんですよ。<laughs> が強いね五百525は止まってるけいつだっけな480なんか。カうん,ん北関東北関東って青森とか <laughs> え、そんな遠いの今日も配信ありがとうね。晩飯食べに行ってきますうん。んできてねで。いつも同じコメントでごめんなさい。<laughs> 全然いいよ、全然いいよ。こんばんは。 うんまんわ、うんまんわ店さんだったらこっそりユアニャさえ振ってくれます本当ですかうれぴー、うん、うんまんそうマジで揃えるのムズいちょ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 あれ桑原さんの万華鏡だっけ うんー本当にアアニワニワンの高校って違いますよ <laughs> 違いますよそうで私そう桑原さんぽでしたねでなんかありがたいことに詩人のこの向き何この向きが変わらなかったんですよ一回もう嬉しい <laughs> あれめっちゃこんがらがるからね 泥棒知ら,し知らされ認知されてるかえそうだからすぐ分かってる <laughs> すぐ分かってる <laughs> マジ泥棒 <laughs> 泥棒最高と思って <laughs> しかもさ今あの泥棒さあの泥棒猫さんがさあの自分で作ったやつだと思ってたらもともとあるやつなんだね <laughs> 作ったやつかと思ってたよ勝山ありがとう遠くから行くのありがとね待ってるよ 何話したいみんな東くかでロイヤルマッチ案件ロイヤルマッチ案件 <laughs> 茨城と福島の間茨城と福島千葉ってこと埼玉 <laughs> あ栃木ねあ青森が東北北関東は茨城ああの東京とかってこと 制服の目公園にちなんだポーズでついそっといたんだけどえー、制服の目だったらまあやっぱこれかこれメガネのポーズかまあユニットわかんないけど万華,鏡万華鏡のポーズかうーんあと何があるあこれこれちなみにはジェラシーあの途中から出てくる前のも踊れるよ。

サードんサードって何コメント会とあ,あそっか買いようウェルカムコメンツ 生誕祭は2月11日日曜日日に開催開催されます。 <Okay. S 2> ちなみに文字打ってる時には声が声を出してしまうタイプです遠く <laughs> から死ぬえ別にいいよ <laughs> スタッフさんに止められなければだけど全然いいよニャはいいよ全然ニャニャすやんジェルシポーズいいよね青オのハートオオカミ

手紙のことの最後のポーズで見つめ合ってみるとかめっちゃ照れそう <laughs> 多分岩が照れる <laughs> 初日お疲れでしたありがとう一つお約束お約束するなら幕張メッセ開催分のトーク握手は全部の部に行かせていただきます木の葉さらにはないし <laughs> 全然岩に来てくれるなら全然いいよいや全部来てくれるのありがとう 練習いや,にやせ <laughs> 練習しないで練習公園アンコール前に入ったので戻ってまいりましたああ DMM がねじゃあトーク会で俺がえ全然いいよヤ <laughs> が審査するわうん6点って。 え、ココミオオカミのイメージないや。ココミンはめっちゃ万華鏡のイメージ。<laughs> 緊張してても余裕があったのパフォーマンスを楽しみました。ありがとうね。楽しんでくれて。やっぱ制服の目ってセトリ良すぎるよ、全曲。え、わかるわかる。わかるわか,かる。いい歌やな。え、コメント飛んだ嘘。ちょっと待って。え、嘘 なんか追いついたとか思ったのにえ飛んでたもしかして。 とん、飛んでたとしたら、多分飛んでるとこ切れてます。あー、当たった、当た,った,っ,たった。あってな、あ、あんな。<laughs> 多分なくなっちゃった。もう一回。あ,っありがとう。六 <laughs> 点いくすぎだな。<laughs> いや、もちろん十ですよ。十点満点中六だから、まあ、半分よりは高いですよ。 遠征みんな最低1回は特会ありがとうね1回でも来てくれてえ生徒さんイワが手紙書くのイワが書くのそうなのごめん時差があって消えたかもガチごめんガチごめん今日コメントがすごいありがとうみんな ご飯だったのは抜けてましたごめん全然いいよ何ご飯ですかフリーズ <laughs> そうだね一瞬だけど独占できますねそうなんですよお初,お初ですよ私生誕祭毎日今日は歌がうまいメンバーがいるイメージだからゆあちゃんえー、なわけ <laughs> なわけでもいや歌うとこ少ないからハナナンとキョッピーさんが多かったそう誕生…え誕生日近いのいつなの 女の子の大老化ジュジュ時差ができるほど米来てしあそうなんですよ幸せマンモスです今日も会いにありがとう今日は苦手なえっブロッコリーおいしいじゃんブロッコリーめっちゃおいしいよいやほうれん草ブロッコリーアスパラガスって好き <laughs> ほうれん草が一番好きほうれん草めっちゃうまない サイにほうれん草のくたくたあるやん知ってるみんなくくたくた食べたことないけどさつまありがとうと鶏ガラスープ鶏鶏さゆ鶏とや <鶏 S 1> <laughs> めやめ盛誕祭無事開催でよかったねビームのお祝いも兼ねてねね、ほんとに。 ビームが出るとはえビームどこのポジなんだろうえなんか全部変わりそうだよねポジそんなことないかなみんな変わりそうだけどほうれん草しかからんいやでもユアは多分センターはキョッピーさんだと思う多分ね いや、えー、分かんないないやくるみんさんもありえる全然ありえる待って今レナさんポジやん、くるみンさんブロッコリー人間の大物じゃないって <laughs> ほうれん草のくえ知らないほうれん草のくたくた最善のブロッコリー栄養素高いからめ普通にめっちゃ食べる栄養素高いのブロッコリーって ブロッコリーはマヨネーズが一番好きですブロッコリー食べられるけどなんかに、ね、ええー、でもいやカリフラワーは無理週に3回お弁当にブロッコリーえそうだよねお弁当に入ってるイメージブロッコリーして野菜になったのそう,、えー、そうなの安くなるえそうなの えちなみにブロッコリーあ雑魚クいですかいやみんな知ってるかもしれないけどあのですねブロッコリーは茹でずに食べると毒が入ってるので死にます知ってたみんなあ鳥バイ鳥パイタンっていうもの毎朝ブロッコリー毎朝は飽きんいや絶対飽きるよ毎朝 <laughs> 先端線当たるといいのねほんのに応募してくれたもんねありがとうね書いたも左右もどっちもサイえそう感じがねこうこたつこたつではないですけどビームアンズポジならやばいいやそれはやばい <laughs> 激アツじゃないですかそれはホレスはビジネスでも使う予報値連休相当えそうなの ほほれん草しゃーないから俺が <laughs> 壊滅するで壊滅するでいやゆあちゃんはありえない絶対にありえない,い私はありえないです多分多分だけど桑原さんポジな気がするまたまた同じポジだと思います私絶対にわかんないけどなんかそんなような気がする こりは弁当の隙間っほんとに,、ね、本当に <laughs> ブロッコリー言うのもレナさんはくるみちゃんくるみさんしかっていう感じ確かにわかるめっちゃわかるめっちゃわかるえー、どうなんだろうね <laughs> ブロッコリーの素揚げがそほんとに食べたことないんだけどおいしいのブロッコリーの素揚げいや大葉大葉しそしその葉の天ぷら嫌い頭痛くなるあれ わ <laughs> からん忍者星ありがとうピーマンはピーマンの肉,肉詰めなら食べれるけど他のピーマンは無理ブロッコリーに前をつけたら永遠に食べれるえそれな前それなブロッコリー師匠はこの前必須の野菜に認定されたんですか <laughs> なんで知ってんのみんなブロッコリーとプロテインは毎日摂取していますなんのえのら絶対 ムムキキやん <laughs> 絶対ムキムキやんブロッコリーとってんだねソロダンス構成文化だしかっこよかったよ特に最後 <laughs> ここ、ね、<laughs> ここもねあのレナとかココミンとかココハもめっちゃね気に入ってるユアのここ <laughs> なんかなんだっけダンサー来たーって心の中で思ったよらしい <laughs> 後ろにいるからさユアの「<laughs> ダンサー来た」って「はい首来ます」とか言って はい首来たとか言って心の中で実,行実況してるらしい <laughs> マジアホブロッコリー怖すぎえそれなマジで死ぬよブロッコリーどこ行きの声ですかブロッコリーそのままだと買ったうん確かにいやスライドしてた。いやない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 ,ない <laughs> 誕生日おめでとうありがとうホワレンソンの雑学そうですねあ、あのあ、知ってるか あの、水にさらすとめちゃめちゃもちもちになります知 <laughs> ってる <laughs> 長時間ね長時間水につけるとめっちゃもちもちになりますほうれん草ってもちもちじゃないわかんないなんかブロッコリーだらけの米ランチれるそれな <laughs> みんなブロッコリーやんみんなブロッコリー <laughs> センターやるためにちゃと <laughs> <laughs> そうね13期から入るもんねそうだよね <laughs> ジェリーナさん救援の時は桑原さんがアンダーでセンターやってたからいやない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 ,ないですなんせあのサラがいるので多分サラがサラがセンターっていうかサラがだと思います私は。 ビジネスのほうれん草は報告連絡相談あれなんかさっきと違うぞ <laughs> 言ってること違うぞなんか誰かとめっちゃワインレッドそうだよ、まあ、ワインレッドじゃないけど紫だよほぼえそうあのあのねそうあれありがとうねバツマルくんさんあの手紙と同封されてたあのミヤさんのあの生写真が入ってた三枚えめっちゃ嬉しくてあれ あれめっちゃ嬉しかったいやそれはね別にされてなかっためっちゃ嬉しかったあれしかもちゃんとなんか綺麗に入れたってさマージ嬉しかったあれありがとうね本当にマジでしかももう本当に漏れてない時がないみよまるさんはマジ可愛いマジであの写真本当にもう飾りますマジ可愛い <laughs> マジ可愛いいラブありがとうラブタオル その辺まあ無理だね分かる分かる分かるあったたくなるマジでんじゃ、シし、ありがとうキャベツにはマヨネーズそうですえマヨネーズかごまどれかシーザーかあのー、あれなんだっけあごま油と 昆布だしのやつあれめっちゃ美味しいよ <laughs> いや信じられません久留米さんが年下なんて私思ったことない <laughs> えちょっと聞いてくださいあのあのファンの方が制服の面おめでとうっていうあの素人あの合格キスのスカートのね衣装のお花束をくれてあのでかいやつえそうツイッターにその写真と載せようと思ったけど <laughs> 迷っちゃったでそのの写真の あの初日メンバーで全員全員で撮った集合写真の時にあのくるみさんと隣だったんですけど私あのくるみさんがあのこうやってねあの何腰なんていうの肩組むの腰バージョンでしててくれたの見えてないけどだからいわゆるくるみさんの肩に手を置いててニコイチでした。 もうニコイチでしたあれは。マジ嬉しい。ピーマンのイカだめ。週三出てくる？アキン？こカレーより出るやん。<laughs> カレーより出るやん。あカレー食べたい。タズラで自自転車のサドルのところブロッコリー <laughs> それな。それなそのイメージでしかないわ。 本当にムキムキだったり両むなりますかなりますよ。<laughs> なりますよ。握手会で筋肉、筋肉触ってるかもしれない筋肉握手ですね。握手ではなく、握く腕。誰もありがとう。誰もありがとう。金の誰もありがとう。まあ、ゆで卵うまくコツ、うんうまくむくコツは、なんか、じゃなんか見たことある。うわ、なんだっけ。 なんか見たことあるんなんか知ってたけど忘れた卵をゴロゴロしたらいけると思いますなるまありがとう忍者師ありがとうブロッコリーの毒は少量だから生で食べられるってでも農薬が使われえそうそう多分農薬だと思うわかんないけど ほうれん草食べ過ぎると体の中にえそうなのほうれん草食べようと思ってないブロッコリーの茎食べれない全然食べれるよまあ大事ですね報告連絡相談まあどういたしましてありがとう本当にマジで可愛いいえねいちご食べ過ぎるとよくないって聞いたけどいや毎日食べてるいちごやばいかなまあ <laughs> そろそろ失礼しますねまたねバイバイ今何時ですか今何時ですか神ありがとう まあまあ、神ありがとうお金がないの頑張っていや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 全然いいのにありがとうねマジでちょ寝癖寝癖それでは夕飯食べてお風呂に入ってきますまたねまたねなるまありがとうキャベツに青じそ美味しマジあ青じそメリえ合うのなるまありがとうこんばんは んじゃし、ありがとう。るまありがとう。あ、クラッカーありがとう。な、曲中に何回かくるみさんと目を合わせ、あ、そうなんですよ。くるみさんね、めちゃめちゃ笑ってくれるの。目を合わせると。アンズさんとも目を合わせた。ちょっと真面目にして、<laughs> してきてください。まあ不あ、くしゃみかと思ったらあくびです。ねあくび映ってんの、死ぬ。あくび映ってんだけど <laughs>。 もう意思疎通ですねそれは忍者誌ありがとうブロッコリーとカリフラワーの違いの雑学マジ色咲きじゃなくて何かあるの味違うのあれ嫌 <laughs> と握手したら粉砕されるかもしれないあのあ, <laughs> あれそうあ言ったわ複雑骨折は直し方が複雑だから複雑骨折って言いますでメールで言ったわ雑学雑になってる <laughs> 卵をゴロゴロしてみて 確かしこまりました。十二期ちゃんで一番多く剣取ります。ちょろいの字。やったー。<laughs> 嬉しい。さあとここはの取ってもいいけど、いわの一番多くしてくれると。ありがた。<laughs> ありがたばあり方。9時から配信はするか迷ってる。どうしようかなーって。カニカマは、でもね、加工食品だもんね。ありがとう、う19時半も。え、やば。 2時間やってんじゃん神ありがとうありがとうねみんな時間お仕事戻ります頑張ってね味路そばレッシング塩分絶対高いよねしょっぱいもんニャニャンこんばんはネイモスターありがとう今日もかわいいね流れ星ありがとうあむせた ありがとうご飯はまだ食べてないいやご飯食べるの遅いんだよね9時とか10時とかまちゃんベガイトありがとうこんばんはじゃあ壇上読み壇上しようかなせーの壇上を読み壇上読み壇上してくださいあしますしてくださいじゃなくてします私 ああミスったミスった,ミスった <laughs> ヤシヤのこと考えた時間最近は本当にうわもうそれはガチ恋ですもうガチ恋ですはいガチ恋ですようん <laughs> 闇電<天>獣<井笑>時差があるから 時差があるのでじゃあ何十呼ますね13位の方が13位の方がイヤが書いたアシュラーゾンの方12位の方があなんかすごい金の誰も送ってくれた方 <laughs> の横にあんさんのアイコンの方11位の方がイヤが書いた松丸くんの方マジありがとね手紙とミ桜さん 10位の方が昨日来てくれましたねイヤにャの王様と仮のうちはマジ目立ってるよそれ <laughs> 9位の方がイが描いたガンダムとミオさんのアバターとこじこじの方で昨日来てくれましたえ昨日いや目合わせたんだよ知ってる <laughs> 目合わせたんだよ私8位の方がえそうこのねあのー、橋とかも来てくれたじゃないですか昨日1列目ぐらいにだよね てか1列目だよねあのさその全集合のさうちはさママが欲しいって言ってたよ <laughs> 売れるんちゃう ?8 <laughs> あっ見えたんうやば動いた <laughs> 動いた11位の方が昨日来てくれたニャーニャンのうちわと。 マジありがとねちゃんと金髪でしたね8位の方がアシュラゾンの方七位の方もねうちわ見ましたよ私昨日結構男女を乗ってる人来てるんですよニャ,ニャンニャ,ニャンニャンフフマジありがとねみんなうちわ作ってくれて6位の方がイヤが描いたパンダの方 ありがとうなあの握手会あ違う違う生誕祭申し込んでくれてマジで当たりますように5位の方イヤーが書いた青い袋の方5位の方も来てくれましたえっあのね全部届いたよあの須田あかりさんの本もあの服もスリッパも手袋も Y チャームもで手紙とかもめっちゃ届いたよもし9時に配信するなら紹介するいやでも いつかは紹介動画紹介ショールームやるので4位の方がドロボーありがとうね送ってくれて誕生日当たるといいね生誕祭で岩の年賀状ですね岩の年賀状ですねで3位の方が3位の方も来て昨日来てくれましたねカッパの方ありがとうカッパーがプクってなってる方2位の方が 矢が変えた歌舞伎の方えマジ生誕さ当たってほしいだって三十一もオープニングアクトも当たってなくて初日も当たってなくていや当たりますよこれは一位の方がアンヌさんのアバターの方ですお疲れ様でした結局 <laughs> 最後までいました <laughs> ファンはお尻にいる確かになんだっけそれ甘たれみたいな私ありがとう俺と目あったあったあった合わせたよいい <laughs> めっちゃいい位置ですね。ありがとうね。あ、じゃあ明日。お疲れ様。バイバーイ。ま、9時からはやらない率の方が高いと思っててください。<laughs> じゃあねー。バイバーイ。こんばんは。ちょけんさん、こんばんは。初音もありがと。配信ありがとうございました。ありがとう、配信。じゃあねー。お次は。今日は寝ます。またおうん、寝、ねね、なね。またねー。おやすみ。制服の MC よかった。ほんとに あんなぐだぐだでよかったよかったならいいんだけどさお疲れバイバイやったねゆあちゃん神みおしバイバーイ風呂入ってたからだんじゅみしたえもう一回言ってあげるよこ <laughs> のゆあのこのうちわめちゃめちゃ目立ってました <laughs> めちゃめちゃ私見つけましたって言いましたさっき <laughs> ありがとうねうちは作ってくれてゲスト頑張ってありがとうねありがとうございます全然いいよえ好きになった嬉しい <laughs> 嬉しい好きになった方がいたありがとうねじゃあねバイバイ <laughs> バイバイとか言いながら切りますね本当に